で、どうする？ナルトのあの螺旋岩ですら致命傷を与えられない雷影相手にどう戦えばいい？私たちがここを撤退して他の影と合流されたら、それこそ手がつけられなくなる。あ、これは八尾と同じ美獣玉。これほど重いチャクラ玉を人型のままで。くっそ、やっぱりまだ無理か。みんな負傷者の回収を急げ。医療チームへ回せ。ナルト、気をつけろ。こっちで気絶を狙う気だな。ロートン、ゴム玉。ナルトがB と八尾に話があるそうだ。今すぐ連絡を取れるようにしてやってくれ。ゴムのおっちゃん、ありがとう。これで B のおっちゃんと会話の時間が取れた。それほど時間の猶予はないと思え。うん、 B のおっちゃん、ナルトだってばよ。俺ってば八尾に直接聞きたいことがあるんだ。変わったぞナルト。どうした、慌ててるようだが。三代目雷影とやり合ったことがあるんだよな。打たれ強く頑丈な人間だったぞ、ありゃ。どうやってじいちゃん雷影の胸に傷を負わせたんだ。お互い技を構えたまま力尽きて前のめりに倒れてたからな。あんまりよく覚えてねえな。ありがとうだってばよ、八尾。駆け分身の術、ゴムのちゃんを引いててくれ。やってみたいことがあるんだ。螺旋岩。みんな今は手出しするな。千人モードの川津組で。そういうことだったのか。よっしゃ、いいぞナルト。よし、勝った時技を構えたまま前のめりに倒れたって言ったから、自分の技が胸に当たってそれでついた傷だと思ったんだ。最強の盾と最強の矛を持つ忍び、確かに矛盾している。多分忍び最強の盾を持ってんのはガーラだってばよ。